いうわけで今回の企画はこちら、1時間耐久ドミノチャレンジ。ラッパ VS ザーボン。出来上がりのドミノの数や芸術点で勝者を決めます。並べ方は自由。勝者には素敵なプレゼント、負けた人には罰ゲームがあります。レギュラーメンバーはモニタールームからちょいちょい邪魔を仕掛けます。前回ナッパとザーボンはドミノを並べ始めるも慣れない作業で苦戦していました。ナッパ、なんだ貴様、なんかその全体図の計画みたいなのあるのか。惑星ベジータの復興だ。はい、それはな、貴様の人生とぐらい惑星ベジータのなんか街並みを再現しようとしてる。そうだな。本当に？おう、詰めすぎじゃないですか、ドミノの感覚を。本当？やばいかな。やばいか。なんで友達感覚みたいな。見栄えがな。見栄えが？その長くダラーって倒れるのが気持ちいいわけで、そんな密集したものがバラバラ倒れてるな。足らなくなるか。いや、足らなくなるとかではなく、ベジータ、今すごいいいヒントもあった。ほう、一回だから崩す、これ。一回、ほんと、これはマジでおっていうアイデアもらった。一回崩すよ、あれは一回しかいい、崩さなくてよかったじゃん。そうよ、そういうのも今のうちだ。今のうち、いや、もうだって倒した後ですし。今のうちって何ですか。ああ、この後すげえの見れるぞ。ああ、なるほど。そうだそうだ。行ってみるか、足音。44番。じゃあ、いいか、足音いくぞ。足音いくぞ。ちょっと音を SE 出してみましょうか。サンプラーでな。くぞ。急にタイミング見て。足音。なになに、なんだなんだなんだ、なになに、おい、カッパエビスを食うな。カッパエビスを食うな。なんか馬が近づいてくるぞ、馬が。カッパエビス、こんな音が近づいてくる。なんだなんだ、カッパエビス。あーびっくりした。あ、これ良かったですね。いいですね。あーびっくりした。あ、これ良かったですね。いいですね。はい、大丈夫大丈夫か、ちょっと待って、大丈夫か、大丈夫か、ケツでマイク踏んじゃった、大丈夫、あ、大丈夫か、まあでも2人とも倒しはしなくて、そうだね、そうよね、うん、なんとか死守しました、ね、あ、新しいドミノだな。確かにこれしんげえな。 今ドミノ倒れる音とかしたら、まあね、ちょっと、あ、いいんじゃないですか、そういうね、音もありますか、見てないときに。確かに、確かに、いや見てるだろ、ドミノ自分の倒れてないところ子供同士だから、ちょっとこっちの雑談が漏れてるみたいな、ちょっとなんか動揺させようか。あ、なるほど、ちょっとこっちに集中させるみたいな。そうそうそう、うん、ひどいな最近。あ、確かに最近ベジータ、いや耳に入ってくるの結構、うん、評判悪いって。あ、そう、いや、そう、でもかなり前からでしょ。ナッパの方だよ。ちょっと待って、ナッパってことびっくり。ナッパはきっ、いや、だからマイクオフにしようぜ。その評判が悪いっていうの。評判悪い。え、5チャンネルか。だから、その吉本社内でもそうなんですよ。社内、社内やってて、そうなの。え、どのこと、どのこと、社員とかも、その吉本内で結構その問題になってるみたいな。事務所レベルで嫌われてる。え、嘘。だからその YouTube のルールに違反して、でも大体でも分かる、なんかそんな最近でもなんかそうそうやべっちゅうな。俺も聞いてる。違反してるから、そのルールに、 YouTube の。らしいっすね、なんかね。あとそのメンバーシップみたいな。メンバーシップは別にいいんだけど、なんか何千にして、うん、あ、高くして、高くして、いや誰も来ねえって切れてるらしいです。いやいや、やばそれ、やばいな。6000円のコース入ってくれるっていうのがいるよ。6000円だろ。ベジータラボさん入ってくれてるよ。すごいな、ベジータラボさん入ってくれてる。いや、
やそりゃ言われるわ、うん、6000円結構そういうの社員もなんか実は見てて、お前、うん、ディズニープラスより高くどうすんだ、そんな、いやいや悪く、いや悪くねえだろ別に、ディズニープラスより、いやでもそうそう名前がなってなってさ、はい、コンプラとか今あるからな、そう結局の方が我々も本当は絡みたくないですよ、まあまあそれはだからそのそ DB 芸人って言ってほしくないんだよ、おいそうっすね、ちょっとガチのやつじゃねえか、集中できないな、あれこれ、あ、あれあ、マジで、やべやべやべ、ふざけんじゃねえよ、やべやべ、やめてチャホズの下りでいいでしょそれ、ナッパさん、ザーボンさん、はい、なんだなんだ、残り時間30分です、うわ、もう何、あと半分折り返しです、頑張ってください、早すぎねえか、あと2、あと2時間必要だ、下までが遅いんだ、何、はい、集中してくださいね、はい、個数だけじゃなくて見た目もあるからな、うん、見た目な、ちょっと考えてね、任せて、この世の中は見た目が全てだからな、どっちかというと私だ、どっちかというと、滑舌を良くしてくのもらえません、ちょっといや、そういう滑舌…ヤングマンは別に YMCA の曲が流れ出します、はい、でこの場合は2人は流れてる間必ずもう踊らなきゃいけないっていうルールが、あ、強制だ、それは向こうに伝わってる、伝わってないです、伝わってねえ、はい、だから流れてなんだこれはってなった時に僕は説明します、我々が言わない、あ、言ってくれないですね、はい、あ、ちょっと入れてみたい、入れてみますか、一回、まだ、どうする、行くか、踊れたんすかね、あれ、はい、え、もう踊ってる、この曲が流れてる間は必ずずっと2人とも踊ってください、そういうのだけはなんか分かるんですね、待ってましたみたいな感じで確かにこれ何にも説明してないですもんね、2人にしてないよな、え、なんでこんなノリはいい、そこだけすごい、あ、そうだよ、はい、か、サビ前、叫び声、叫び声、あ、叫び声、サビ前で1とかね、まだだろ、まだだな、やったよ、綺麗な、はい、動かせるな、綺麗に引っ掛けたら引っかそうやって見事にお手本のような引っ掛かり方してくれましたね、アリが、アリが来たよ、アリが、やめろ、アリが、アリが来たよ、アリが、そんなことあるっすよ、アリが、俺下じゃない、アリ見たことない、アリが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 、いけいけアリ、おい、なんでスタジオにアリいるんだよ、あんなことあれよ、スタジオにアリ、ちゃんとでかいクローアリ、そうですね、なんか大音量が鳴るやつだろこれ、俺を騙そうとしてるんだろ、受け取った、あ、今もセットしてるんですね、なんでイヤホンってこれ俺心臓弱いけど大丈夫か、俺責任取ってくれよ、死んだら、大きな音とか怖い、俺の大阪の実家の母ちゃんの世話だけ頼む、初めて聞いた、心臓弱いと、あ、今流れ出したっぽいですね、え、流れてる、なんか、え、変なこと言わなきゃいけないですよね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫かなと思ったら、大丈夫、これ流して大丈夫なやつ、押さえるな、押さえてます、本物だぞこれ、おい、これリアル、ザーボ、これリアル、これおめえ何、これ見てる、中学生じゃないか、これ見てる、父だ、父か、なんで前鏡になってんだ、父とベジータだ、やれよ、ベジータだ、あいつはついに結ばれたんだ、なるほど、やめろ、よかったな、父、ちょっとベジータが結ばれるんです、私の今、私のシェンロンが今振り返ってしまった、出た、もう、下ネタ言いましたよ、ポルンガになったのが、シェンロンがポルンガになってしまった、嬉しそう、あ、ちょっと、何嬉しそうに、ちょっとそうそうそう、あれ、あ、踊れねえかな、あれじゃあ、確かに前鏡ダンス、あいつは前鏡ダンスだ、いや、いい、もうさ、
右から左から爆音言うじゃないよ早くやなきゃ詰まってんじゃねえあと何分とか、なんかもうちょっとそろそろちょうだいお前、時間ばっか気にするなお前ナッパ、それ気にするだろお前、どうせあと30年ぐらいでナッパ死ぬんだろいやいや、あ、まあななんか最近、なんか死ぬことばっかり考えるよな笑わせるな、笑わせるないや、あれだよ、死ぬことばっかり考えたい自分で命を落とすとかじゃなくて、うんなんかいつどうなるか分かんないじゃないか俺たちってそうだからいつどうなるか分かんないから毎日必死に生きるんだろおおそういうことかいつ死んでも悔いないように毎日必死に生きる、うん、それが人生だいいこと言うその姿がこれですくすってな話こんなありもいやでもいいこと言ってますよザーボンさん生きてんだもんなそうだあいつらが立ったタイミングとかでザンボちょっと消してみて今電気はいけますじゃあ立ってる人照明おはい戻る時今だからあでもいけいけでもあ何何何やめろよ怖いよそれはなしそれはなしちょっとそれはなしそれはなしヤコンだヤコンが来たんだヤコンかヤコンがよしスーパーサイヤ人にはぁヤングマン、ヤングマン。わからない。地獄。ちゃんと踊ってるのかな。ちゃんと踊ってるのかな。途中で、メンテしようか。あのもうちょしばらく。しばらく。どうなってるんだこれは。多分暗闇で踊ってる。踊ってんのか踊ってるでしょ。ちょっとドミノ倒れやるわ。いやだから単純にもう一回つけたいけどね。一回つけたいです。まだいい。まだまだ。サビ終わるぐらいまで踊らしてる。多分踊ってるよ、ね、そう多分どっちかね YMCA ぐらいで行きたいの、ね、で止めて名店行こうかいやだからもう一回名曲のまま名店だから曲のまま名店、うん、やってんじゃんか、うん、上げるか照明照明上げて、はいうん、照明上げましょう上げてもらうしょ、ね、あ落ちたあだなんなの？なんなんだよ。我々聞いて端っこと踊ってるからな。そうだよ。あでも倒れてなかったっすね。ちゃんと。もう今日もう何もしないもう何もあの邪魔されても何もしないもん。私は普通にあのドミノ完成させて企画持ち込んでその企画でバズって売れる。売れようぜ。で売れようとしてるんだ。九州に住んでる年老いた母を安心させる。そうだな。あいつ九州に住んでるのか。知らなかったですね。ああ確かに。アリがなんでこっち来るんだよアリと戦ってるアリは俺たち用意してないからなんでなアリがそうだそうなんでザーボンも行かないあーアリがアリ中通ってるだから最後倒すからある程度ちょっと作ってほしいんだよなそうちょっとな数をなんか変なギミックやつあれは倒れないでしょあれ無理だ物理的に倒れないからあれギミックなんか使うのむずいな真ん中のゼーレンみたいなそれでゼーレンみたいな作ってるゼーレンおーエヴァンだねさあリアルに残りあと3分ですおー頑張ってください頑張るいいドミノ見たいなそうですねちょっと期待はできなさそうですけれども、ね、結局ザーボンもなんか進んでないねこの30分ぐらいそうですね距離伸ばそうとしてたけども結局何なのかもよくわかんないですねいやだからあの変なギミックは完成させてほしいな、うん、でナッパーもひたすら距離か、うん、行くのかあれちゃんといや僕は行かないような気しますねあれなんかな10 9 8 7 6 5 4 3 2 1そこまでですなんでだよさあ手を止めてください終了ですお疲れ様でした、はい、さあお疲れ様でした、うん、あいや見てましたよちゃんと今日だけ足の方がマジで
マジでノールック歩行はやめよう。ノールック歩行、ちょっと風とかで倒れるから本当神経質になってるから。で、あの今日ナンバーワン取れたかのアリさんがいる。あ、そう、ありがとうございます。今日のゲストありがとうございます。本当に助かりました。はい、なぜかね、持ち込み企画もあればアリが、はい、アリに負けたのか。なんでこのスタジオアリいるんだよ。ね、ちょっとびっくりしましたけども。私はこれはドラゴンボール DB の歴史を歴史つかさどったんだ。つかさどったつかさどった。そう、特にマロニエル TV に深く関わる。どういう最初白フリーザ様から始まり、はいはい、ドドリアザーボンに指令を出して別れ、はい、そしてまた集合してフリーザ様にフリーザ界に戻り、紫そこからベジータのカラーにつなぎ、青につなぎで、ベジータがいかにかスーパーサイヤ人になり黄色になる、黄色になる。でそこからやっぱカカロット、うん、そしてドラゴンボールのオレンジの色になり、あ、亀仙人は道着の色、そう、道着と、なるほど、そうそう、道着とドラゴンボールのオレンジ、そして中通信中だな。あ、数字一だったのね、あれ。ジュエリーじゃないんだろ。ジュエリーって言ったの。耳も悪いんか。で、なぜ黒くなってるか、うん、ドラゴンボールを酷使しすぎて、うん、ちょっと悪い気が溜まってしまって、うん、そして、GT の。そう、GT のイーシンロンの繋いで黒のボスを最後、うん、緑の、サイバーマンが倒す。サイバーマン、サイバーマン。まあ、わからんけど、いいわもう。さあ頑張りました。続いて問題作、はい、ナッパさん、こちらは俺様は、はい、惑星ベジータの栄光と消滅、栄光と消滅なタイトルだな、うん、これが、はい、フリーザのデスボールで、あ、デスボールね、これで、うん、そのサイヤ人ども、うん、サイヤ人どもが消失していく。俺たちだよ。自分もだ。フリーザ側に自分もね、入ってますからね。私側のこれカカロット、カカロット最後まで倒せるかっていう。バーダク、これバーダク、え、それバーダク、バーダク、薬やってるの。なんか真ん中のあれは何なの。だから顔薬やってる、薬やってる、薬やってるのか。ロールハッシャハテストみたいな。そうね、前半かなりこう密集してるから倒れるかどうか問題。密集は、うん、ちょっとサイヤ人がちょっとフリーザに押し寄せすぎたっていう感じだな。まあ、最後の試合はギュッと団子状になる。ドミノの祭典はレギュラーメンバーが行います。芸術点、面白点を10点満点で採点。さらに倒れたドミノの枚数が得点になります。どっちが芸術点がこうなりました。こうなりました、はいはい、さあ、ナッパさんが4、そしてザーボンさんが8ですね。見た目はな、うん、綺麗だし、確かに。もうちょっと突っ込んでもらってもいいですかね。さらっと出してることに対して、おい、はい、ギリギリした、ギリギリ楽しくなって、はい、ちょっと普通にショックだった、負けてたから見た目はな、なんか、まあまあ、確かにそうですね、芸術点。さあ、そして続いて面白点、面白点、はい、10点満点で、これ定位置だ、はい、さあ、こうなりました。ちょっ、すごい、おい、1です、おい、どういうことだということで、いや、マイナスも回ったんですよ。人間味を加味してくれよ、はい、人間味、人間味も加味してくれ、面白い、なんか途中のなんか死ぬトークとか、そうそれ加味したらドミノの面白さじゃなくて、前編の面白さ、前編の、前編の、まあ、その過程の面白さも入ってるから、うん、まだアリは一応10点、そうそう、アリさん10点、あ、優勝じゃないか、今のところ優勝アリだ、アリさん10点。さあ、いよいよドミノ倒しです。現時点での点差はザーボンが4点リードなので、ナッパが勝つにはザーボンより5枚以上ドミノを倒す必要があります。ザーボンから倒していきます。最後これ金鳴らした大成功。おお、それは芸術的な一個をね、使って、はい、これもまずでも一番最初がね、結構重要でした。めちゃくちゃ、確かに、なんでちょっと高くしちまったんだろう、ね、普通でよかったのに、これもう俺たちもきっかけ出さないから、はい、そうですね、自分のタイミングで、ね、はい、私の全パワーをかけ、エレガントフィンガー、ブラサではなくね、さあ
意外とうちらもうわーってなった。ちょっと感動したこれはすごい。ちょっと泣きそうじゃん。1時間やった。どれだけした結果が大ちゃんのって、もっと長時間やるのよ。すごかったな。短い1時間って。いやでも綺麗によいしょ。ナッパねのこれ全部倒せれば、倒せればね、全然逆転、大逆転の可能性ありますから。このサイヤ人の数を見ていろよ。これを全部倒したら貴様の最後だ。なんで？なんで？俺勝ちでしょ？サイヤ人でしょ？俺たちが滅ぼされてたろ。あの最後の宝と倒せるかどうか見ものだ。行くぞ。はーくん。デスボールじゃない。くん。デスボールじゃない。くん。デスボールじゃない。試合終了。そんなことないですね。ちょっと。ゼロです。一人も倒せる。終了です。リーダーが空振った。デスボールを空振った。それはそうだよ。こんだけ人数いたら、あれは食い止められる。食い止めであんな小さいデスボール。みんな言ってましたよ、最初から。詰めすぎて。無事。ということで、勝者はザーボンさん。当然だ。あ、いや、まあ綺麗にやっぱ倒れましたし、ね、ましたね。ちょっとね、こんだけでも少し感動したから、はい、めっちゃ本当に嬉しかった。まあ少しの時間でしたけれども、というわけで負けたナッパは罰ゲーム。最近おなじみのロケットパンチ。ナッパ、準備はいいか。倒せないサイヤ人など必要ない。死ねー。来ました。いやリアルに痛いですからね。結構痛い。フリーザとマロニエールの惑星突撃隊。今年も全国イルミネーションランキングの季節がやってきました。なんです、急に。寒くなってきたらイルミネーションの季節。栃木県足利市にある足利フラワーパークのイルミネーションは日本三大イルミネーションに認定されているんですよ。おお、確かに美しい。まさに光の極限バトル、三大スーパーイルミネーションです。映画のタイトルみたいに言いなさんな。わかりますよ、フリーザさん。なんだ、日本一じゃないのかって言いたいんですよね。いえ、別に。そう、三大イルミネーションとは言いましたが、実は足利フラワーパークのイルミネーションは7年連続で全国1位に選ばれているんです。つまりこの世で一番強いやつと言っても過言ではない。だから映画のタイトルみたいに言わないでください。いや、栃木ギリギリぶっちぎりのすごいやつの方がいいですかね。知りませんよ。イルミネーション城の眠り姫ならどうでしょうか。眠り姫はどっから来たんですか。まあそれだけすごいっていうことです。なるほど。子供の頃に夏の映画祭りを見に行ったように、冬は光のお祭りを見に行くと、そういうことですね。はい。ちなみにイルミネーションにはタイトルもついているんですよ。なんです、どうせ映画のタイトルなんでしょう。スーパーヒーローですか、復活のなんちゃら。ズバリ光の花の庭です。いやー、 TV じゃなくて新海誠監督のことの葉の庭みたいなタイトル。フリーザ軍最強決定戦、五番勝負で対決だ。終わったの両方戦ってる、全員戦ってる。原作だよ。言わしてねえことばっかり。フリーザ軍で飼育しているナメックコオロギだ。ダーボンさん、悪口全部開示請求してやるよ。デスボー金額
威力は。ああ。お、ベジータ。助けてくれ。まさか。あれ、あれまさか。なーに。ベジータ、何を。え、あれ。もう一回もう一回何よ何よ、ね、これで、ね、これで、ね、動けない再現品など必要ないしなーいやいやいや下からちょっとエータそのまま行ってほしかったんだけどな。そうそうそういやあなたが呼びかけたんですよ。そうそう何何何だこれからもらわせてくださいまた次回お会いしましょう。普通に挨拶してるんですか。はい、OK です。しまらんな、しまらんな。なんで取らないですか。いや、最後ベジータって、ね、あの流れでやったから。そうそうそう、前が欲しがったんだろ。すみませんすみません。まあ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 、これはマロニエルよ。もう一回取る、はい、いや大丈夫です。取るかこの